こんにちは。こんにちは。モールスチャンネルです。お天気のいい日が続いて、洗濯物がよく乾きます。MC の JN3DGS カールです。講師はコウさんにお願いしてます。JI3ICY コウです。よろしくお願いします。お願いします。今日は私が CW の和文ができるようになったことについてですね。奥さんも和文ができていいですね、とよく人から言われます。しかし、ここまで来るにはいろいろなことがありました。一般的にアマチュア無線を趣味にしているのは男が大部分です。ここへ奥さん、女性ですね。奥さんが始めようとするにはよほどの魅力がないと始めてくれません。確かにそうですよね。私がアマチュア無線を始めたのは人から勧められたのではなくて、自分で電波が出せる魅力があったからです。奥さんにアマチュア無線の免許を取れというのは逆効果で、かえって抵抗感が増すだけです。そこで自分が興味を持ったのと同じように、奥さんにも興味を持ってもらう環境を作ることが必要なのです。それはそうですよね。一方的に言われるのはちょっと嫌かも。興味があることなら始めてもいいかなと思います。興味を持ってもらうためには自分が楽しくやることなのです。楽しくやるには良いな無線仲間が必要で、礼儀正しく誰にでも親切にしないと良い友達はできません。アマチュア無線を楽しむには良い仲間が手伝ってくれることになります。一口に楽しむといっても、自分だけでニヤニヤするのではなくて、喜びを体で表現し、時には大爆笑をすることもありました。はい、そんなところを見ていて本当に面白そうだなと感じたんです。だから私も免許を取ろうかなと思ったんですよね。興味を持つことはアマチュア無線の免許を取ろうという原動力になります。受験に必要な教材や問題集も私が与えたのではなくて、自分で用意して勉強を始めました。ただどんな質問があっても答えられるために、私も勉強が必要になり、他人事ではなくなりました。はい、そして4アマを合格して自分のコールサインをもらえた時はとっても嬉しかったのを今でも覚えてますよ。4アマに合格しても、夫婦で無線機を共有するため2アマは取ってほしいと考えていました。しかし3アマの講習会は進めず、私と同じで国家試験の受験を進めました。そしてとうとう1アマまで取得したのです。はい、本当によく頑張りました。最近の試験は CW の実技試験がないので、資格はともかく CW が分かることが必要になります。しかしあえて私から CW の練習をしようと言いませんでした。電話の時代と同じように CW の更新で何の会話をしているのかという興味を持ってもらうことが符号を覚える力になります。最初はどの符号も似たような符号ばかりで、覚えるのはちょっと大変でした。応文も和文も私が更新している符号を聞いて勉強していたようです。これを毎日続けることで CW の克服につながりました。今でもまだ速度の速い符号はわからないですけれど、ゆっくりならなんとかできるようになりました。自分の奥さんや他の人に勧めるときは、魅力を伝えるのが一番です。我が家の場合は、良い流れで進んだ一例でしょう。しかし、誰でも魅力を伝えれば興味を持ってもらえると思うのです。
アマチュア無線の魅力を発信するには、我々が良い環境を作り、楽しく更新することが大切です。アマチュア無線は一人ではできません。必ず相手が必要です。今まで楽しく更新をいただいた皆様に大変感謝しています。ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。本当そうですよね。これからもよろしくお願いします。はい。それでは今日はここまでになります。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。